ここで開会のご挨拶を佐野正俊さんにお願いしたいと思います。佐野正俊さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。大会の挨拶をさせていただきます。自己紹介です。浅野と申します。今日ちょっと協約にレモン XIDGI と実践コモンリスクがありまして、海外のリスクカンファレンスに趣味があって、インターナショナルリスクカンファレンスとかヨーロピアンコモンリスクミーティングとかに行ってる時に渋谷リスクやるよって言われて、フラフラとついてきた感じです。なんかすごく楽しんでやってます。皆さんありがとうございます。渋谷リスクのテクニカルトークの今までの流れなんですけど、過去1年半くらいこう安定してディスパーに対してこう発表の場を用意してできたことをとても嬉しく思っています。発表者の皆様とお客様に感謝したいと思います。ありがとうございます。安定してテクニカルトークを続けたいと思っているのですが、こう毎度次回の話をするとこう次回の日程でだんだん首が締まってくる感じのスタッフの感覚はあるんですけど、まだこう言明したくはないんですけど、まあ、4ヶ月後か5ヶ月後ということをあまり相談してない感じです。相談しますので、こう必ずやります。なのでこう発表者は安定して募集しています。テクニカルトークとライトニングトーク、TTR渋谷リスクユーザーソルグまで、メールを出していただければ、テクニカルトークの形とかもいろいろ作り変えることもできるかと思うので、何かやりたいことがある人はご気軽に、メールを出していただければいいなと思っています。よろしくお願いします。で、渋谷リスクのテクニカルトークの今までのなんかやってきたことといして、テクニカルトーク以外では、リスクティップス JP という、Google のメーリングリストとか、読書会を支援するために作ったブックブラグとか、逆引きコモンリスク、スキーム、クロージャーをまとめたティップスリスクユーザードールといったものがありますが、それで過去4ヶ月は停滞してたかなという気はします。で、唯一進捗だったかなと思うのはジョブス渋谷リスクユーザーズオルグで2件こう求人が入ったんです。ちょっと驚くべきことですね。いいんですけど、っていうのは、まあ、ディスパーに対する興味もこうあるのかなという気がするので、ぜひこうディスプで仕事をしたいとかディスパーを集めたいとかいう既得な方はこうこのサイトを見てくださるといいのかなという気がします。無料です。使ってください。で、前回から始めたこととして賽銭箱を置いてみました。神社としてこう少しずつこうラムダ神社の渋谷リスクシフトしてうまくやっていけるかなという感じのことを考えております。でガーッとこう錠剤が入った時にこう前根とか鳥居とかガーッと石並みに置いちゃおうかなとか嘘です。で第5回からちょっと考えていることとしては懇親会がこの会場でできるようになりました。で発表する機材とかも同じこれと同じような機材が使えるので、もし飛び込みで何か言いたいことがあるよっていう人がいたら懇親会が始まる前に言ってくれたらいいなという気がします。まあ、石ナビさんに懇親会の会場も提供いただきありがとうございますというところで、新しい試みその2として、あそこでこうオウム社の人がこう本を売ってくれることになりました。若干の割引価格で、販売しております。で、リスク関連の本がこうリス渋谷リスクの会場で買えます。その他の本も買えます。最後の本とかこれ持ってきてって言ったら感想書いてとか言われたんでどうしようかな、確かにこれこういう本の対象だなとかどうしようかなとか、まあまあまあそんなところですね。はい、開会の挨拶としてはこれくらいのところです。以上こう、あとはいつも通りまともな前座をお会いにしてこうテクニカルトークとライトニングトークをお楽しみください。よろしく、ありがとうございます。